はいどうも皆さんこんにちは、ズンダです。ということでね、今日もガチながらお届けしますけど、まあ今日2回更新ってことでね、まあ結構ガチながら調子いいっす。この赤ザップが純粋に強い。いやマジガチながらね、腕も上がんない人赤ザップの方がいいかもしらん。やっぱ索敵できるのが本当に楽。こうやってもうマルチミサイルでこうやってやって全体の位置を掴んでから撃つんですよ。でこうするとマルチミサイル撃つときまでどこに敵がいるのかっていうのがもう分かっちゃうんで、あともうその辺の力が、だからね、一番いいのはね、敵のところに見えないとこからマルチミサイル撃つんです。撃って、で、マルチミサイルが落ちてるときに敵をまあこうやって殺しに行くっていう、まあこんなの当たり前っちゃ当たり前なんだけど、でもこの動きがめっぽう強い。結局は。めっちゃ刺さる。これだけでもういい感じ、本当に。だからこの辺の壁とかなんかで見えないところでマルチミサイル撃っちゃうぞー。ババババババ。あ、敵いたー。ババ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 って感じ。ほんとに。これで敵を1キルでも2キルでもできれば全然勝機をつかめちゃうから、めっちゃおすすめっすね。そのぐらい強いマルチミサイルがもうなんか、基本的に、やばいマルチミサイルの強さ。ほんとに強いマルチミサイル。でもなんかね、俺この前説撮ってるじゃないですか。前説撮ってる時にさ、ずっとさ、これ撃ってるじゃん。このイカのやつ。なんかそのせいなのか、やっぱちょっとエイム力上がってきたっていうか、なんか敵のことをこう反射的に殺すっていうのが上手くなったような気がする、前より。ちょっと今プロコン充電中なんで、重かったんで上向けなかったんですけど、なんかね、そんな感じする。やっぱり。意外に。この俺的にはこれ適当にもうやってるだけなんだけど、前説で喋ってるから、あんまりこの辺意識してないんだけど、意識してなくても、イカのこれを殺せるようになってるっていうのはもしかすると、無意識において敵のことをキルできるっていうような能力が身につきつつあるので、いいのかもしれない。逆に言うと。まあ、言っちゃえばこう、無意識に敵をキルできる能力っていうのを身につけつつあるのかもしれない。こうやって。前説を取ることによって。まあ、前説じゃないんだけどね、全然俺。特に何も説明してないんだけど。まあ、前語りっていうか、まあ、枕みたいなもんですね。まあ、一番正しい言い方は枕かな。俺のこの放送の話の出だし、まあ、オープニングラインっていうか、開口一番喋ってることっていうのはさ、そんな感じっすよ。さあ、ってわけでね、ガチやから S 対、S プラス対か。S プラス対のね、試合をね、お届けしますと。いや、今回の試合は、ちょっと本題入るの遅いんですけど、結構、いい試合でしたね。なんかその自分の活躍が、そのままチームの勝利に結びついてるっていうのが、実感できるような試合だったんで、結構ね、どの試合もまあ見応えあるんじゃないのかな。つまり、どうやって、この状況から、勝ちまで持っていったのかっていうのが、すごくなんかね、明確に出てる試合だと思うんでね。僕よりもガチやぐらい下手だっていう人はね、ぜひね、参考にしていただけると。まあ、やっぱりね、マルチミサイルとロボム強いっすよ。だってロボムとかさ、投げてるだけでいいんだもん。こうやって適当に。投げてれば敵の方に向かっていってくれるし、しかも結構、混戦状態になると、ロボムね、あることに気がつかずみんな踏んじゃうんすよ。そう。だから結局ね、強い。ロボムは、本当に。馬鹿にできない。マジで。さらに、マルチミサイルで撃って、ああ、こいつここにいるんだ、バー、バーって、突っ込んでいく。トラ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 ーって感じ。で、突っ込んでいくのは強いんですわ。はい、ってことでね、赤ザップの強さを今日は、ぐだぐだと説明してみました。じゃあね、皆さん楽しんで動画見てください。あと、チャンネル登録とね、高評価忘れないようにしていただきたいです。このね、チャンネル登録とかね、高評価をされるたびに、私、ズンダのですね、動画を上げる速度が早まります。まあ言うてもですね、人間なんでやっぱり体力的な限界はあるので、まあ限度はあるんだけどね。はい、でもよろしくお願いします。てか、今月お前デボンのガチやぐらいあるんじゃねえかよ。デボンはダメですよ。射程短、なんか。お前ラピに蹂躙されんじゃねえの、俺ら。おい、ふざけるなよ。なんでそんな射程短い武器持ってくんだよ、マジで。トーピードやられ、撃たれてるだけで死にそうなんだわ。
間抜けがよ。いや、いた。味方やばい、下手くそすぎる、これ。三人がかりで戦ってる、この人たち。無理か。味方弱え。ゴミだこれ。味方が何もしてくれてないわ。下手すぎる。いや、いった。やっぱラピにやられちゃうか、みんな。これリスキルしかなくない？結局のところ。ただ相手。ナイスナイス。オッケー、勝てんじゃん、勝てんじゃんよ、お前ら。やればできるじゃねえか。このゲームのコツは、やっぱ潜伏キルっすね。結局。潜伏キルできればどうにかなる。みんな上手いのになんで、やっぱ、あれか、傘が乗れるまでがキーだったのかもしれない。乗ってから傘強いんだ、やっぱり。だから傘を乗せてやんなきゃならんってことか。あー、もう使っちゃうよ。ねえ、ラグくない？敵落ちろ、敵落ちろ、敵落ちろ、敵落ち。うわ、チャージャー系2枚か。うーわ。一瞬で試合終わりそう。クラブラいるしさ。こっちきついよ、これ。左から来るか。まあ、よく抜いたな。ナイス、うまっ。味方うまっ。味方めっちゃ、ラピめっちゃうまそう。なんかめっちゃ突っ込んでくれてる。あのぐらい全員行かなきゃいけないんだよ、俺も。第3関まで突破したのでかいけど、ただモズクは結構逆転もあるからな。このメンツ特に攻められると辛そう。
はぁ、うまこいつ、マジか今の。チャージャーこれもしかしてハイプル打つ？やあ、マジか。下手くそだな、俺。やっぱアーマー強いなぁ。ハイブレあるこれ。あぶねえ。いや、この動き正解だったか？正直、裏取りしていくしかないよな。まあ、もずくって結局、裏取って矢倉止める以外なくない？ましてや、この編成だと、そんな感じしたけどな。いや、味方な。スクエイクめっちゃうまい。ドキドキしたな、今の。まあ、もずくはな、攻めるしかないからな。これ結構うざそうだな。ボールのマーカーとチャージャーの組み合わせマジでうざいからな。いや、行った！何死んで今俺。抜かれたの今俺。マジか。
あー、クソバカだな俺。いやー、やっちゃったな、これ。着地あったか。ダメだ、まあ、2人引きつけられたからいいか。返したし、チャージャー持ってきたかったらもっと潜伏してよかったか。今失敗したな。バブルうまかったんじゃない味方の。ボトルガイザーが珍しく強い場面だったな。強い場面っていうか、機能してるなぁ。S プラスだとボトルガイザー使えないんだけどな。味方死にすぎじゃねこれ。上取られちゃったな。ダメか。あ、この味方めっちゃ弱い臭い。うわー、こんな割れ方か俺。
これハイドラ乗らないのか。うわぁ、ハイドラ下手くそだな。ローラーもいたのか。いや、いけんじゃん、これ。よっしゃいいじゃん、いいじゃん。あー、すげえ。やっぱガンガン前詰めれば勝てるんだな。前詰めれば勝てるな、このゲーム。結局前に詰めて押せばいけるんじゃん。まあ、ただこれね、相手のね、銀もで悪いよ、これ。あの、スペシャル悪すぎ、普通ナイス玉の方選ぶだろう。なんでカーリングボムなんだよ。カーリングボムって選択肢ないだろう。あれ、もう一個のステージ、でも、デボンあるからナイス玉選ぶべきだったな、この人。ナイス玉選んでればノックアウトできてたかもな。はい。ってことでね、ガチ上がり S プラス1まで戻せたんで、よろしくお願いします。これからも、ずんだでした。